スターが行われる富山県アルペンスタジアムに来ました。選手の皆さんに直撃してきます。あ、ハニーちゃんがいますよ。ハニーちゃん、富山県でも会いました。各球団の期待の若手が集うフレッシュオールスター、今年は富山県で行われ、ホークスからは4人の選手が出場しました。今回トベトベが注目したのはルーキーの郁美選手。フレッシュオールスターに選ばれてきましたけれども、はい、率直に今のお気持ちいかがですか？いや、すごく嬉しいです、はい、途中怪我もしちゃったりして、まあ、だから、まあ、選ばれないだろうと思いました。キャンプ中に右肩を痛めて出遅れたものの、その後は出場し打点を重ねて7月の時点でウエスタンリーグ2位タイ。これは納得の選出です。バッティングがものすごく調子がいいように感じるんですけれども、その秘訣って何かあるんですか？あのスラムダンク見てるんですけど、はい、あの桜木花道みたいに堂々と行こうかなって。俺は天才なんだと思って。俺は天才なんだと。バッターボックス入った時はそれを思いながら堂々と。なるほど、物語の主人公になりきって自信をつけているんですね。その自信通り、フレッシュオールスターでは5番 DH でスタメン。これについてコーチの小久保二軍監督は、5番 DH らしいですから、やった言ってましたから。守備のプレッシャーがない分、打つ方で狙いに行ってんじゃないですか。めっちゃ喜びました。なんで喜んだんですか？やっぱあのちょっと守備今不安なんで、よかったと思います。ちょっと今日はバッティングに。今日はそうですね、やっぱ狙わないといけない。そのバッティングを大舞台で見せられるのか、小久保二軍監督も見守る中、期待の郁美選手でしたが、残念ながら4打席ノーヒット。しかし直後に1軍戦に初出場してプロ初ヒット。郁美選手の今後に注目です。